乗れません。倉田郁美が大外6コース、スロー3艇にダッシュ3艇と分かれて、角を取ったらば4号艇中山翔、インに構えたのが1号艇人気の中心吉川元博。最終サイド内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかにコースアートを決めてきたのは3コースから3号艇の若林ですが、イン1号艇先手を取ってくるのは吉川元弘、3号艇の若林が握っていく、2号艇切り込んでいったのは岡瀬、その内側からは4号艇6号艇となります。バックへ入って先頭は1号艇、インからきっちり押し切りました吉川元弘、2号艇の岡瀬が2番手、外には3号艇の若林、内からは4号艇の中山、なおスタートは正常でした。一周リバーク先頭は1号艇の吉川元博です。2番手らすになりますが、4号艇、3号艇、2号艇は内を通った2号艇の岡瀬がわずかにリード。上位待機1番、2番です。3番手に4号艇中山翔、4番手は3号艇の若林翔、5番手以降は5号艇大滝、6号艇倉田です。2周の1マークをトップでクリア、1号艇の吉川人気の中心、2号艇の岡瀬が2番手を続きまして、3番手が4号艇中山、上位3艇1、2、4。4番手以降3号艇、6号艇、6号艇となっています。センター3コースからは3号艇若林が0台半ばの踏み込み、さらに外の艇も0台へと仕掛けてきましたが、先頭は1丸前後の的確な踏み込みから1マーク堂々押し切った吉川、2号艇の岡瀬が2番手を追走、3番手は4号艇中山で最終周回に入っていきます。インコースからしっかりと先に回りました1号艇の吉川元博、圧倒的な人気の中心でしたが、その期待にしっかりと応えました1号艇吉川、2号艇の岡瀬が2番手追走で、4号艇中山3番手、上位3艇は1番2番4番の体型。ラストターンマークです。先頭は1号艇の吉川、2番手追走が2号艇の岡瀬、そして3番手から続くのが4号艇中山で、上位3艇は1、2、4でゴールを迎えます。先頭1番です吉川。